すくすく新聞はみんなで作る小さな子育て新聞だよ。子育てサークルの情報を PR して仲間を集めることができるんじゃ。楽しい子育てエピソードも投稿してね。歌やアニメになるんよ。それではすくすく新聞行ってみよう。みんなの子育てサークル掲示板。はい、みちゅう。元ハウスアズバンドの DJ グミです。すみません、今週もやっぱり返信してから来てしもたです。さて、ここでは皆さんから集まった子育てサークル情報をお知らせするです。情報をチェックしながらこっちの画面も一緒に楽しんでね。それでは早速、ヤウィーゴータイム。お子様か、あっちこっち。今日は高島市今津町の七色保育園の中にあるふれあい広場にやってきたよ。函館山が見えるよ。自然がいっぱい。広い園庭でも遊ぶことができるんだ。あっちゃう、あっちゃう。月曜日から金曜日の朝10時から開いてます。高島市に住んでいる0歳から未就園児の子どもさんが利用できるよ。子育て相談もしてます。気軽に来てくださいね。毎日の活動の終わりには手遊びや触れ合い遊びをして楽しんでます。お子様カンフーインふれあい広場、行ってみよう。何でも欲しい欲しい言うてん、そんな暴れても買わへんで。でも持てんの僕だけやもん。え、ほんまに？サトシ君は？
のりおくんは？これ見てみん、みんなちゃおうかな。大好き。テレビで大好きを宣言しよう。出てくれる子大募集。つくすんライブプロジェクト。グランドマザーズ。つくすくすんもからね。そうそう。ついにアミンチグランドマザーズがライブデビューしちゃいました。ありがとうございます。堂々と晴れやかにキラキラと歌うしえちゃん、えっちゃん、せっちゃん、会場のお客さんも温かく応援していたよ。拍手が鳴りません。 OK。 なんとアンコールが出て、もう一度熱唱する3人の素敵なお母さんたち、そして初めての AGM ライブが終了しました。こんな大勢の前で好きな歌を歌わせてもらって、そしてときめきラブリー60代も大好きな歌なので、本当に2回も歌わせてもらってよかったと思います。60代70代でもこうして元気に歌っているのを皆さん見ていただいて、若いお母さん方も先にはいいことがあるよ、楽しいことがあるよという、そう伝えることができたと思います。皆さんのパワーをいただいてね、本当に幸せです。涙が出そうです。はい、ありがとうございます。ファンから写真撮影やサインを頼まれる AGM、 女性の先輩のお三方の初めてのワクワク体験でした。イケてる育児パパ発見、イクメンウォッチ。今日のイクメンは徹夜パパ。イクメンパラダイス見つけた、見つけた、徹夜パパ。どんなにイクメンだったって惚れちゃダメよ、そのパパ。すくすく寸分いかがでしたか？次回もお楽しみに。